一方、香川県でも地域の発展に尽力した65人が受賞しました。また一緒のどうぞお願いします。焼き鳥もできる。焼き鳥も電話していただいたら間違いない。あ、そうな、はい、分かった。ほんなまた寝てかるけ。分かりました。お願いします。ありがとうございました。丸亀市前塩屋町にある穴田精肉店の店主、穴田克美さんは旭日炭鉱賞を受賞しました。まさか自分がもらえるとは思ってなかったですね。地元のお客さんにぼちぼち来ていただければまあいいんじゃないかと、そういう思ってまあ商売したわけで。穴田さんは高校を卒業後、高松市内の企業でおよそ20年働いていましたが、先代の母親の病気をきっかけに脱サラを決意。30代後半の時に実家の精肉店を継ぎました。今年の7月まで14年間、香川県食肉生活衛生同業組合の副理事長を務め、食肉業界の発展にも尽力してきました。店で扱う肉は香川県産にこだわり、地元の食材を大切にしてきた穴田さん。店は地域に根付いた町の精肉店として親しまれています。食べてみて、あ、美味しかったな言うてくれたら一番ありがたいし、まあ、それで一言やね。これだけ量販店が増えましたもんでね、やっぱり生き残るったらもう地元を大事にするしか方法ないと思いますね。地元密着でぼちぼち、まあ、体が動くまでやればいいんじゃないかなとは思っていますけどね。